はい、こんにちは。今回はですね、広島大学2022年の理系前期のですね、問題、第1問をですね、解説してみたいと思います。よろしくお願いします。で、括弧一はです。あ、第1問1はですね、微分積分の問題ですね。ちょっと解説に移る前にちょっと前置きとしまして、僕自身はですね、広島大学の医学部を昔受験したんですけれども、 まあその時はですね、えー、共通テストと二次試験があってまあこれ配点が900対1800でですねで僕は共通テストの方はかなり強かったんですけど二次試験の方はですねその時はあんまり練習できなくて弱くてですね、まあ、特に数学はすごく苦手でしたで、えーまあ、そういう意味でですね二次試験が弱かったんで今教える立場としてですね自分自身も二次試験の えー、問題の練習をしてていいこうと思っていますし、えー、またですねこうして動画に残して、えー、シェアすることで皆さんの少しでも役に立てると嬉しいなという気持ちで今動画を撮っています。で広島大学の問題はですね、えー、理系を受ける人だったら工学部を受ける人でも、えー、理学部でも医学部でも問題が一緒なんですね。なのであの問題がすごく僕としてはやりやすいと思います。えー 医学部の人はですねその分ちょっと高めに取らないといけないっていう試験なんですけれどもあの別に医学部を受ける人じゃなくてもですね結構標準的な問題が多いと思いますので、えー、やりやすいと思うのでですね是非機会があったらやってみてください。で広大の問題ですね、えー、大きく、えー、全部で120分でですね、えー、大きく5個の問題からできています。えー、今回は一番のの微積問題ですね 2345とこうきまして、えー、この中でですね数一応数3までなんですけど今回の問題を見るとですね、えー、どうやら5番しか数3を使わないんであの僕が受けた時はもっと数3がいろいろあったと思うんですけれどもなので1から4まではですね数2までの範囲で取り組むことができます。まあ、ということでですね、えー あこれはですね僕が今回一、えー、回自分でやってみた時にどこまで書けたかっていうノートになりますまあ結果言うとですね、えー、1番と2番はそれなりにできましたねそれなりにできました1番2番の部分ねあ2番ここまでかしかしながら、えー、3番っていうのはですね大きく一つ、えー、見落としてしまって、えー、もうこれはほぼ点がもらえないだろうなということになります えー、ということで広大の場合は A 方式 B 方式2通りの計算があるんですけども、えー、B 方式かな僕が採用してる B 方式だと数学が全部で300点なので、えー、1つが60点かなと、まあ、その中で、えー、ちょっと配点がわからないんですが自分なりに1番2番ができたってことで3番がまあね配点大きいとすると、まあ、半分ぐらいかなと50%ぐらいかなとか。 まあ、もしくは、配点によっては60%とかもらえるかもしれません。まあ、ということでですね、えー、そこまでが前置きです。で、今回はですね、えー、ちょっとポイントをポイント絞って、えー、ちょっと解説をしていきたいと思います。まずですね、この3次関数 C があってですね、それとですね、直線があると。マイナス1、0を通る直線があると。で、それについての、えー まずこの,3次関数この時点で大体の形を僕は書きたくなるんですけどまあここら辺がですねそういう計算ですね3次関数なんでだいたいプラスなんでこういう向きになるなとかね微分したりして増減表書いてみようかなとかそういう形になりますでカッコ1ですねえ3次関数の c とえー 1>, 1次関数の LA ですね。これが2つ共有点を持つような A の値と。なので、3次関数のグラフをまず書いてみて、そしてですね、直線、まずマイナス1、0を絶対通るってことなんで、で、共有点2つってなったらですね、えー、僕の場合はもうこ,うこれか、この2本だろうと。まあ、そういうことで計算をして出しました。まあ、結果、そうやって計算をするとですね、この1番の方は、 傾きが0なので a イコール0となりますしもう一つはですね3次関数微分してあげてでそしてマイナス10マイナス1の値を入れるとですねそこの接線が出せますのでそれと一致する時ときとまあそういうふうに計算したらこうやってですね a は01とまあ一番の問題は結構簡単です。 でただし、あのー、ここら辺をちょっと参考にしてもらえると嬉しいんですけれども、あのー、僕はですね今回接戦のやり方でやりました多分丸もらえると思います。で、えー、一つ抜けてしまったのがですねその a がもしゼロより小さい時はどうなるかとかねこういうことをちょっと言ってなかったなと答えはですね答えはどんな感じだったかな。 A が0より小さい時そして A が0から1の時 A が1より大きい時とかですね場合分けしていてこれはありえないでしょうとかそういうことをはっきり言ってたんでまあこれがですねあの二次試験あの数学は特に記述全部見られてたんで途中経過をですねなのでそういうところはちょっと自分としてもあの抜けちゃったかなというふうに見ていました。もしかし丸もらえるかもしししかかたらら丸えるれませんけどね でもう一つ、えー、僕は今回、えー、接線の、ね、出し方でやりましたけれども答えの書き方はですねそれとはちょっと違っていて、えー、3次関数とですね、えー、直線の式も出せるので y イコール a の x 足す1と出せるので、えー、これでですね交点を出す式を作るとでそれの判別式によってですね、えー、解が2個 ある時をを見てていいくみたたなやり方を取ってましたねだからこれはあなるほどなと思って別にどっちでもいいんですけどあのどっちも思いつくようにしたいどっちも使えるようにしたいなと思っていました是非皆さん練習する時はですねそういうことでやってみてください。でつい、ね、2番あの。本当に わかるのは自分で解いてみたときなので、今は大きな流れだけをですね、よくお伝えしたいなと。ぜひ、今この瞬間でもですね、動画止めて、まず一回自分で解いてみてですね、その上でやるといい、聞くと、えー、聞いていただけるといいかなと思います。で、次、カッコ2ですね、カッコ2。カッコ2はどんな問題だったかな。えっと、 1>, まあえー、1の条件を満たすそれぞれの場合と。だから解、えー、が2つってことですねこの一の時とそれから二の時これのそれぞれの場合で、えー、囲まれた囲まれた面積を求めなさいと。まあ、ということなので、えー、僕自身ですねこうやって右側にですねおっと。 もし A が0だったらどうなるかなっていうことと A がもし1の場合は面積どうなるかなってことをこういうふうに計算しています。でもうこのパターンあ図さえかけてしまえばですね、まあ、あとは簡単なんで交点もですね出,す出せてますからもうこれは本当基本通りで。 えー、x 座標がマイナス1から0までのでそしてですね上く下とこの上く下というのを面積の時は徹底してほしいなと思いますまあそうやってただ上く下っていう形ですねどっからどこまでとただ計算組んでいるだけですねでそしたら a イコール0の時は、えー、答えは12分の1となりますでそしてですね2番の時こっち側でね 接する時ですねあちなみにですね3次関数の接線ってですねいろいろ弾けるんですけどこういうのとかこういうのとかねいろんな場所で弾けると思います接線ってこうやってで僕が最初わからなかったのはですねこれも接線なのでそれは一応ですね基本として知っておくと良いでしょうあのこれがわからないと接線の問題できなくなりますね考えられなくなりますのでこれなんか交わってるじゃないですかって思うんですけど ここでですね、一回接してるみたいなねまあでもそれ言ったらこういうのだってそうなんでねこ,こっちで交わるじゃないかとでもここで接してるみたいなそういう考えなんでだから接線のですねえー、基本として今お伝えしました僕はちょっとね昔分かってなかったところですで2番の方もですね X がここからここまでとしてそしてですね上引く下と。 えー、ただ計算を組んででいるだけですねちなみに、あのー、ここからここまでっていうことを、えー、最初どこかわからないんでそれは交点でですね交点を出す式でやっている感じです。交点を出すとですね、あのー、こうやって式を立てると計算したらこうなります。 であこれでですねあ1を代入するとゼロになるなということでですねこういうのができてでここを出す時にですねあのぜひですねあの2つやれるようにしてください割り算と組み立て情報ですね今回あの詳しくは解説しませんがえどちらもですねなかなかこう両方使えるってこう分かってて組み立て情報簡単なんですけど やったことも皆さんあると思うんですけどなかなか使える人いないというか僕は使えなかったっていう感じですね昔高校の時はねやったことはあるんだけどみたいなちょっと待ってくださいねという形ですまあそういうことでここからここまでとしてここからここまでとして上引く下とただ計算しただけですねあちなみにですね これもぜひ使えるようにしてくださいね使え。使えなくても解けるのですが、早くなります。楽にもなります。こう、マイナス1から1までと、範囲がこう似,て似てるというかですね、幅が一緒なときに、この2倍っていうね倍、0から1を2倍すると、これ、偶関数、奇関数の話です。いいでしょうか。偶関数、奇関数ね。これ、あの問題書の中にきっとそういう問題あると思うんで、 そうするとですねこういう場合こう奇数のやつ奇関数って言うんですけどこういうものを消していけるとで偶数のやつを2倍すればいいみたいなですねこの計算是非あの共通テストでもすごく便利なので使えるようにしてみてくださいということでですねあの2番これもすごく簡単なんですけど、えー、ただ簡単だけど僕は嬉しかったですね二次試験解いてみた時に。 全然解けないと思って書き始めたんでそれが1番2番までできただけでも僕としてもすごく嬉しかったですなので是非皆さんもですね試してみてください答えは、えー、こっちの場合は3分の4となりますはいそしてですね最後、えー、カッコ3ですね僕が全くできなかったやつですね C と LA がちょうど3つの共有点を持ち囲まれた2つの面積の部分の差がまあ引くとですね引くと2分の3になると大きい方から小さい方を引くと2分の3になりますとまあそういう問題ですねで別になんかそんな難しいかって言われると別にそうでもないんですけど僕の場合はですねあの1番2番を踏んできてこういう図を書いたわけですよでこれで あの、計算自体はすごく別に簡単なんで、ええー、まあ1、一の方が大きいよなってことで、左の方がね、だから1引く二は二分の三みたいな式を立てて、まあ計算してったんですけど、なかなか計算が、計算しきれなくて、あもう無理みたいになったっていうね、そういう状況です。ただ、結論言うとですね、この1番はですね、実は、あの、数字がこれ合わなくて、 もう一パターンあるとでそれがです、ね、あのこっち側でもう一つ交わるっていうねこの図を僕は思いつけなかったんですよねあとこれ図を書くの結構むずいと思います書いたのを見ると簡単なんですけどマイナス1通ってこんな感じででなんかこうねこう書くとなんか小さくなるしなんかどこなんか書きづらいんですよね図がね。 でも言われると確かになっていう感じではありますけどだから僕としても今回すごくいい勉強になったなとやってる時にうすうす感づいてはいるんですけどなかなかそこまで踏み切れなかったっていう感じですね図を書くまでねで書いてみるとだからまあ,か丸いあ、えっと、最初のですね最初通る点が1つ指定されてるんであと2つが右側にあるっていうね こればっかりを僕は考えてしまってたんですけどそれは実際には答えは、えー、指定通りでなくて、えー、この指定されてる点の左と右で交わるっていうねこの図が書けるかどうかっていうパターンが思い描けるかどうかもうこれがもう本当最大のポイントだなと思って今回の問題は見ていました。であのちなみになんですけど の方はです、ねまあ、こうやって図を書いて頑張って計算してあれ合わないなっていう風うにももちろんいけますもちろんいけますそれでいいと思います僕としてはね最初はただこう2次試験の問題っていうのは流れがあるのでこれが間違いですよって気づかせるために1番2番があるってことですねこれなぜかというと2番でですね あの左と右に分けてこう解説してましたがこの a=0 の時がですね一番左が大きくなるわけですよこの部分がねでそれを計算すると12分の1だとだからそうするとですねこうだんだんこうやってこうねこう上げていって最後がここだって考えた時に 右側がでですすねどどんどん大きくくなっていくわけです、ね、ここの部分がね。でじゃあこの部分の最大値が3分の4なわけですよ3分の4。で2分の3って3分の6なのでだから右引く左ってしてもですねもう一番大きくいって3分の4とだから2分の3に届かないんですね。だから こ,んあのー、この形は違うと言ってですねでそしてこっちにつなげていかないといけないとでそうすると計算がすごく楽になるってことですねこあの左側をやる必要がないのでほとんどねただなかなかねああそうだな最初の方はですね別に実力あの自力でですね12の流れがつかめなくても123の流れがつかめなくても 別に計算自体は全然ででででききるるんんやれればいいとと思うんですね。そただまあこなれてくるとというかですね練習してくると123の流れが見えるようになってそして計算を楽に持っていけるとこういう形がいいのかなと思いますでそうするとですねあの1番と2番ちょっと中身をはし,ょはしょって書きましたけれどもそれぞれ別に計算してあげて。 とにかくどこからどここまでの上引く下みたいなね、こういう形で計算を組むといいのかなと思います。でそれでこう差を取ってあげると、まあ、1引く2の絶対1ってするのもありですし、まあ、どう考えても今回2の方が大きくなるので2引く1っていう形を組んであげてもいいと思います。えー、あとはもう計算力ですね。答えは、えー、ちょっとややこしいんですけど4分の3かける 計算根の3となります、ねまあ実際僕が計算したものを見るとこんな感じですねもっともしかしたら便利な計算あるかもしれないんですけど答えもこんな感じでしたそれぞれを計算してあげてただですねこうちょっと数字があどこからどこまでっていう範囲が似てるんで中の計算も一緒ですしね だからうまいこと本当は消えるんだよなと思いながらこう頑張って僕は書いてまあ細かい計算はせずにですねちょっとこう並べてみたらあこれ消えるのたくさんあるなってことで消してた感じですね。あとはね最後のこの指数の取り扱いですね。a ののの2分分3は8分の9とこれを最後まで持っていけるかってことですね。 まあ僕はここからここにするのが一つあそっかそういえばそれできるなと思って今回学んだ感じですはい、えー、ということでですねぜひあの赤本とか見てですね答えを見ながらでいいと思うので、えー、ぜひ、えー、問題取り組んでみてもらえると嬉しいなと思います、えー、ということで、えー、今回はですね広島大学2022年理系前期の問題、えー やってみましたこれからもですねいろんな問題選びながら解説ちょっとでもうまくなるようにですね工夫しながらやっていきたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。ということで今回は以上です。ありがとうございました。